人気を集めた9番の中川誠一郎、後方を嫌って早めに前を抑えに行きました。前段3番の宮本に肩を並べて9番の中川、残り800を切ってまず9番の中川が切るような感じ、そして6番の中西がここは行きました。近畿勢が前を抑えに行きます。一度切った9番中川の上を叩いて6番の中西が先頭に変わって、すかさず3番の宮本俊介巻き返していって4番手を決めにかかります。そして人気を集めた9番の中川ゆっくりバックを踏んで7番手車を下げました。やはりここは6番の中西先行勝負に迷いがありません。追走稲垣3番手には1番の神田光介、さあ縦長な展開、中段の4番手には3番の宮本俊介で人気を集めた九州勢は後手に回っている。2番手車間を切って後ろを振り返っているのが5番の稲垣博之、4番手から3番の宮本俊介が縦に踏んでまいりました。さあ宮本を引きつけるようにして5番の稲垣中を割って1番の神田4コーナーを回ってくる。先頭は5番の稲垣、稲垣先頭で内から1番の神田光介か。